はい。前回鉄骨渡りができなすぎて心が折れたゆっくり霊夢です。鉄骨じゃねえけどな。心が折れて投稿が遅れてしまいました。あんなんで心折れないでもらえますか。しかも心が折れてる間にコメント欄におっさんのブームが来てました。しかもせっかくおっさんブームが到来したのに今回最終回。おっさーん。よし問題の鉄骨渡り来ましたよ。大丈夫。後ろに石田のおっさんがついてる。いや後ろに誰かいたらホラーだから。無言で。無言で落ちた。あの怖がりや。臆病者の石田さんが。なんで私を石田のおっさんにしてんだよ。最後の最後。俺のため。石田のおっさんのことは一生忘れないよ。私を勝手に殺すんじゃねえよ。あ、普通に渡れましたね。それ渡るのになんでそんなに苦戦してたのかがわかる。おー、危ねえ。またあの鉄骨渡る羽目になるところだったぞ。それぐらいの高さだったら死なないだろ。いやこいつはスペランカー並みに貧弱だからな。あの貧弱さに勝てる奴はそうそういねえよ。いや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 、世界すぎる。最終回このまま雑談で終わるかと思ったのに。最終回そんなに良い感じになるわけないだろ。まだラスボスレディも残ってるしな。こいつらはその前の中ボスってところですかね。だがしかしこいつらの動きは前回も追い切っている。いや前回結構たまたま倒せたようなもんだからね。そんなんまぐれで倒したみたいに聞こえるじゃないですか。そう言ってるんですけど。そこにレバーがあるじゃないか。回してみよう。私は超人か何かですか。こんな状況で回すなんて無理でしょうが。最初剣で全滅。絶妙にイラつくな。さささ。じゃあレバー落ち着いてゆっくり回したいと思います。落ち着いてゆっくり。お、あれが脱出口か。いやーレバーくらいゆっくり引かせてよ。しかもせっかく引いたレバーが戻っていく。振り出しに戻るかよ。邪魔すんな。お前らのせいで最終回が2パートに分かれたらどうなるんだよ。それはもう今回最終回ではなくなるよね。正論を言うな。よしもうこのレバーの周りをくるくる回ってやる。ほらほらほら目が回ってきただろ。それお前にもダメージが大きいような。ロロ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 。あの程度で酔ってんじゃねえよ。私三半期間弱いでありんす。なぜ片言マリサもな。いや2対1点に相手するとかきついんですけど。またレバーくるくる作戦だ。それお前にしかダメージないからやめとけ。いやーライト当てる隙がない。レバー回す隙もない。そりゃその状態でレバー。まだこの命が燃え尽きようとも。燃え尽きたらダメだろ。ここでこいつらを倒して私はここか。命燃え尽きた。ブラボー、アンビリーバボー。何感心してんだよ。もう勝てる気がしないんで降参。降参します。一生服従、降参するって言ってんだろー。降参も許されないのだよ。降参イコール失踪になるからな。最終回でそれはありえないわ。前回5人を相手にしたお前なら見たいぐらいなんてことないだろ。一体あった一体あった。あと残り一体。このチャンスは逃すわけにいかね。おやー、ほら眩しいだろ。いい加減やられたらどうだ。ちょっと近いんですけど。やったー。やりましたよ。これでゆっくりレバーを回せる。でも嬉しくてすごい速さで回した。練習で速くしてるだけだろ。いますよ。ああ、しまってるしまってる。もう行ってしまえ。いったー。これが上級者的奴らとの戦い方ですよ。尻尾巻いて逃げたように見えましたが、それは素人的見解ですね。そうですか。こっちの部屋は明るいからあいつらが出る心配もないし、ゆっくり探索できますね。出口は閉まってる。と、あとは真ん中に赤いバラ。ただいまイブ実況配信中。主人公のイブが遊園地でコーヒーカップで回転しながら敵を投げ倒す物語。全然違うだろ。しかも何さりげに宣伝してんだよ。タイミングよく赤いバラが置いてあったもんで、ついこの花瓶の中に何かないかな。それ壊したら回復できなくなるぞ。それイブの話だから。あ、花瓶の中には何もないですね。あと気になるのはやっぱりこれかな。普通花瓶より先にこっちが気になると思うけどな。それこの絵画に似てんな。3って書いてありますね。もしかしてこれがもうの形。そういえば昔の記憶ではもうは島みたいな形してましたもんね。お、これは丸い台座のレディ。これで全部のレディ像が集まりましたね。問題はここから出る方法だが、この像を動かしたらどうせまたなんか起こるんでしょ。今度は壁が迫ってくるかもな。あ、あれ？何も起こんねえじゃねえか。何も起こんなかったんだからよかったじゃねえか。大体なんで起こってんだよ。何か起こってくれた方が動画的に盛り上がるでしょうが。じゃあさっさと出る方法見つけてくれ。わかりました。では一曲奏でましょう。いや奏でなくていいから出口見つけろって言ってんの。マリサはいつでもまな板を。それ以上言ったらスキンヘッドにすんぞ。お？おお、なんだあれ。レディのお酒コレクションか。あんなところに隠しやがって。いや出口じゃないんかい。霊夢が一曲奏でなかったらスルーしてるところでしたよ。この瓶ってメッセージボトルらしくて、これを集めるとコンセプトアートが見れるって仕組みらしいぞ。あ、そういうことだったんですか。確かに瓶の中から何か取り出してポッケにしまうような仕草をするんですよね。エンディングに何か変化が起こるとかではなかったんだな。てか出口どこだよ。おい、出口の場所を吐け。人形が出口の場所吐くわけないだろ。乱暴に扱うなよ。それ後で使うんだからな。だってもうあれから7分経ったぞ。7分って結構微妙。おやー、え、もうダメだ。もう出れそうにないんで天井を見ることが趣味になったゆっくり霊夢です。おーい帰ってこーい。いやマジでこのままじゃ最終回迎えられん。へぇ。いやこんなん気づくわけないだろ。偶然ジャンプしたら開いたわ。これすんなり気づいた人マジですげーわ。あ、ここに繋がってたんですね。でも必要なのは丸い台座の像なんで今回は失礼します。それをはめたら最終決戦ってところか。ここからが本番ですよ。
さあかかってこい。でもさ、レディってシックスにやられたじゃん。まあレディとはあんなことやこんなことになりましたね。ってことはきっとはレディを倒さないってことだよな。ってことは、出口だー。やったー。いやいやまだそうと決まったわけじゃ。きっとはシックスより先にここから脱出してたんですよ。言っとくけどシャレじゃねえからな。そこは触れずにスルーしろや。無理ですよ。てかこの部屋からまた鏡がバリバリじゃねえか。このまま脱出って感じではなさそうだぞ。雰囲気もより一層怖いですね。ホラー耐性ついたはずだったのにこれはさすがに怖い。なんか出てきそう。マリサはすでにご臨終だ。マリサー。いや、ちょっとあそこにいるのってレディーだな。鏡を見ているようですけど、もしかしたらレディーのすっぴん見るチャンスなんじゃないの。わ、マジかよ。お前殺されるぞ。ここからじゃよく見えないですね。もう少し近づかないと。お前チャレンジャーだな。そんなに隠すような顔してます。おじいちゃん、お前そこはせめておばあちゃんだろ。こっちもどっちだわ。めちゃめちゃ怒ってるじゃないですか。お前のせいだよ。まあ、タレディ鏡壊しちゃったよ。いや、勝手にすっぴん見ちゃってごめんって。でも、鬼嫁のすっぴんもなかなかひどいですから。おい、何言ってんだよ。いや、それにしてもレディ怒ってどっか行っちゃいましたね。お前がすっぴん見るとか言い出すから。本当にデリカシーってもんがないんだから。デリバリー？最近流行ってますよね。デリカシーだよ。あ、お邪魔しますけど殺さないでください。ドア閉まった。逃げ道を完全に封鎖されましたね。こえもう一歩も動けない。いや進まんと終わらんから。皆さん心臓の準備はいいですか。心臓の準備ってなんだよ。霊夢が心臓麻痺起こしたらマウスプーマウスをお願いしますね。無理。おい、人命救助第一だろ。いや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 、今レディー通ったって。え、通りました。全然気がつきませんでしたけど。いやもう戻らなくていいから先進もうぜ。いや、やっぱりさっきのこと一言謝らないと。いやだって激おこだったもん。もう絶対許してくれないって。いや話し合えばきっと許してくれますって。一人で勝手に悟らないでくれる。悪いことをしたと思ったらすぐ謝る。道徳の授業かな。あ、レディーさん、さ、先ほどは大変失礼いたしました。私を盾に使ってんじゃねえよ。あ、消えちゃいましたね。でもこれできっと許してくれたはず。許してくれたとは思えないけどな。じゃあそろそろ出口でも探そうかな。いやー、最後にレディーさんとのわだかまりが取れてよかった。うん、安心した。なんか自分にそう言い聞かせてない。いやいや、そんなことはないですよ。かか体が動かないんですけど。レディーの落集か。ちょっとすっぴん見ただけで。デリカシーのない奴にはお仕置きだ。クランはどっち側についてるんだよ。私はもちろん強い方の味方だが。あまりにもの。あー、これ私どうなっちゃうの。首ゴキってなった。やめてくれー。う、ひどい目にあった。でも生きてる。よかった。お前よく殺されなかったな。え、でも霊夢どこ。え、何言ってるんですか。目の前にいるじゃないですか。え、目の前にはノームしかいないけど。え、そういえばなんか視界が悪いな。視点もなんかすごく低い。え、もしかして、そのノームレイムなのー。私ノームなのー。え？私ノームにさせられちゃったの。シックスになったり、キッドになったり、ノームになったり、忙しいやつだな。そうか。こうやって他の子たちもノームにさせられてたんですね。みんなレディのすっぴん見ちゃったのかな。みんながみんなそうとは思えないがな。きっとここから出ようとしただけでもノームにさせられちゃうんだろ。でもなんかノームになって動けるとかちょっと感動ですけどね。そんなこと思ってんのお前ぐらいだと思うよ。でもここから出ることが絶望的になったわけだがどうするんだ？え？そうだよどうすんだよ。宮田城が雑すぎる。まあでも他の仲間でも探してみますかね。3人寄ればなんとかですよ。ゲストめっちゃ爆睡してんな。きっとこれがシェフに調理されてるんだろうな。そういえばそんなシーンもあったな。あれゲストが調理されてる瞬間だったんですね。早く起きることを願ってます。いやそれにしても全然仲間に会えないですね。お、ソーセージが起きてるってことはこの辺にノームがいたり。おーおーい、誰かいないのかーい。私だよ。私詐欺かな。そんなの聞いたことねえよ。あ、ノーム、私は敵じゃないよ。仲間だよ。みんなと同じでノームにさせられちゃったんだ。あ、やっと会えたね。今日からお世話になります。霊夢キッドですな。なんかこの風景見覚えあるよな。真ん中にソーセージ。因果応報ってやっぱあるんだな。まさかあの時食べたのが。さっきから二人とも何の話をしてるんですか。いや、お前は知らない方がいいわ。なんかどんどんノームがはけていっちゃう。なんか寂しい。次、ここに来た人にはすっごく優しくしてあげよう。そうだな。お前は優しくしてあげてたよ。ということでリトルナイトメア終了となります。映像だけで考察しながら楽しめるのがすっごい楽しいゲームでした。世界観もすごく好きだったし、まさに神ゲーでした。最後のオムレイムがどうなったかは皆さんの想像にお任せします。そういうゲームだと思います。更新が遅いにもかかわらず最後まで見てくれた視聴者の方、本当に感謝しております。それでは次のゲームでお会いしましょう。